はい、こちらあんこはですね、ちょっとちっちゃいサイズ、30センチないぐらいかな、あるかな、をお刺身に姿作りやっていきます。なんですけど、あんこのお刺身は僕もやったことないんですけど、まあどうなるかわかんないです。とりあえずやってみます。さばいたらあかんので、とりあえずここからお腹抜けるだけ抜いて、でとりあえず身取って。エラがどうしても入ってるんで抜きたいんだけど、あんこのエラの抜き方ちゃんと知らないんで、こっちから抜けるんかな、無理やり反対からここで食ってもいい。この外し方ってしたことないから怖いな。多分これが終わりのはずなので、あんこのエラの出てきた。これがあんこめだ。まさかここから取ると思わなかったけど。あんこめらすると気付きは中のどっかに硬いやつがあったはず。まあ無理。よいしょ。ほう。よし。ひらっぽいものが取れたんで。これで。とりあえずいいかな。で、姿もうほんまにほたらヒレもつけといたろうって感じで、これでヒレもつけてる、うん、で、これあんこの口切ってないんで思いっきり噛まれてんけどちょっと痛かった。で、これでとりあえずさばくんはさばけたんで、あ、さばけてない、こいつですね、皮剥いで、よいしょ、よいしょ、でこれを、玉におろして、多分薄皮あると思うんでそれも剥いでいこうかな。うん、やろうかな。なんかフグみたいな感じで多分薄皮ありそう。ヒレは使いたいので置いときます。この辺取って、多分ほんまに食べれるとこでちょっとになるんちゃうかな、うん、失敗した。ないのかな、うん、手で取れたんで手で取ります。なんかもう見た感じ伊勢海老の身みたい。あるかな、皮。でもそもそも、わからんからちょっとごつい麺持っとんないけど、後で一緒に唐揚げにしよう。多分これだけ側削っといたら口当たり悪くなくなるやつはないかな。これでいいかな。よし。なこれで、電解水で洗って処理してみます。一応。あんこなんでちょっとこうな明治に洗う。手袋でのマクみたいなのに多分ほっとかんかったら口当たるはずなんで。で、頭ですね、これね、ぬめりあるんで、ぬめりと水気がすごいんで、こいつ多分普通のサラダ作りやったら、よいしょ、ちゃうか、とりあえず、で、この火、そう、とりあえずこれでパーツが全部揃ったんで、一回まな板洗って、おさせになってみます。
でお刺身やってくるんですけど、とりあえず水気、頭の方ほんまに水気すごい。でお皿はクリア使おうか。なんか知らんけど塩を入れといたら溶けにくいらしいです。よいしょ。で、これが、これちょっとなんで深いの使ってんの？絶対あんこ水出てくるの分かってるから、深いので水さえ落としたろうと思ってやってます。でもこれはもう器から出る前提で。よいしょ。これ開いといてほしいな、口。ちょっと残酷かもしれへんけど、口開かします。無理やり開くんかな、痛いよこれ。よいしょ、こんな感じで、まあちょっと待ちかな、さっきより。でこれにこの辺で押さえてお刺身作っていこうかなと思います。ヒレ出したい、ヒレ出したい。やっぱりちょっと無茶だったかな。もう今日はちょっと剣多めに使って無理やり詰め込んでいきます。よいしょ、ヒレを出したい、ヒレを出したい。よいしょ、出た。でもあんこの身なんでどんな身かは僕も分かんない。勝手に普通にそぎ切りで切っていこうかな。ほんまにフグとか伊勢海老の身みたいな。いやこれ並べるよりも並べやんしか綺麗にできるかも。これでここ山作って、なんかほんまに伊勢海老みたいな。で、こっちはどうしようかな。ごついまま行ってみようかな。あんこうの平作りなんか少々やる人おらんやろうか。よいしょ。猫やな。で、あとはもうレモンとわさびで仕上げていいかな。こんな感じで、あんこうの姿作り風ですね、の紹介となります。以上です。